雪降る夜に届けたい思いがあります。恋愛シミュレーションゲーム甘噛み。キミキス開発スタッフが送る新作恋愛シミュレーションがついに登場。洗練されたキャラクター、大幅にボリュームアップされたグラフィックとシナリオ、さまざまな機能面もますます充実。恋愛対象となる女の子は6人。天下無敵の仮面優等生綾辻司、これなら私が預かるわよ。え、これもクラス委員の仕事だから。ぽっちゃり幼馴染桜井里穂子、そのお腹空いちゃって、今朝はお母さんが寝坊しちゃって朝ごはんがパン1枚だったから。気ままでサバサバした悪友棚町香る。いいよいいよ、そのリアクション。何言ってんの、あんたと私の仲じゃない。ふかふかボディの純情少女中田紗恵。それではサラダサンドと牛乳を。興味の良いクールな後輩七崎愛。タオル私の使っていいですよ。いえ別にこれくらい。もっとゴシゴシ拭いた方がいいですよ。男殺しの天然女王森島遥。君って可愛らしい目をしてる。甘噛みでは冬ならではのイベントも盛りだくさん。女の子たちとの楽しいひとときを存分に楽しむことができます。さらにエビコレプラスキミキスで高評価を得た機能はそのままに、新たに既読スキップ機能やセーブロードをさまざまなタイミングで行えるようになったなど、システム機能面もさらに強化されています。エンターブレインが送る恋愛シミュレーションゲーム甘噛みは税込み価格7140円で2009年3月19日発売予定。また数量限定特典として甘噛み特典ドラマ CD がついてくる。今回の特典ドラマ CD にはゲーム本編後の初めてのバレンタインデーを描いたモノローグ、ファーストバレンタインモノローグを収録。さらに目覚ましボイス夢見て直起こしも収録されています。